パンがしパンんがパンとは、表面に甘い味をつけたり甘みのある具を入れたりして、菓子としての要素を強化した種類のパンである。これは日本での概念で、それ以外の国ではイーストを用いて膨らませたケーキの一種と考えられているものも多い。古くは古代ギリシアでも似たものが多く作られていた。甘いパンということでは、ペーストリーやフランスで言うビエのワズリーと重なるが、 これらと異なって生地に油脂分が多いとは限らず、生地自体は普通のパンと変わらない菓子パンも多い。おやつとして、あるいは試行品として、または軽食として食べるスナックフードの一種でもある。一般に等分が多く高カロリーなので、朝食のメニューとして利用されることもある。様々な風味の菓子パンが開発、販売されており、一般の食事に供するパンとしての食パンや調理パンと、 同等の人気を博している。あんやチョコレート、クリーム、カスタードクリーム、ジャムなどの甘いペースト状の食品が用いられる。パン生地に包んで、焼いたり、焼き上がった空洞のあるパンに注入したりする。他には、砂糖を加えたりチョコレートを練り込んだりして、生地を甘くする方法や、メロンパンのように表面に甘い素材をかぶせる方法が見られる。干し果物が混ぜ込まれたもの。 甘い風味付けに酒や香料が使われているものも見られる。甘みの他に塩味、酸味や苦味といった要素が含まれるものも多い。メロンパンチョココロネ揚げパン。ありがとうございます。